都市の様子。ラムヌスは古代ギリシアのアッティカ地方の都市である。ラムヌースとも表記される。ラムヌスはエウリポス海峡を見下ろすことができる海岸にあり、その印象的な遺跡は現在、マラトン市のアギア・マリーナの町の北西に位置している。この遺跡は古代ギリシアにおける復讐の女神、ネメシスを祀った最も重要な聖域として古代世界で有名だった。他に、 ネメシスの有名な聖域にスミュルナがあった。ラムノスはアッティッカ地方で最も保存状態の良いデモスの遺跡である。アッティカの航路上の拠点として戦略的に重要な位置にあり、アテナイのエペーボスで構成された守備隊によって守りが固められていた。城塞化されたアクロポリスはその両側にある二つの小さな港を支配していた。これらの港は 古くから広範囲にわたる沈米で塞がっていたが、ペロポネソス戦争中は、アテナイに向けて穀物が輸出されていた。ラムノスは、アイアンティス部族に属する古代アッティッカ地方のデモスで、ある。その名前はまだその地に見ることができる厚い棘のある、低木に由来している。町は、アッティカ地方の東海岸、マラトンから60スタディオンの距離にあり、マラトンからオロポスに至る途上にあった。 ニセスキュラクスのペリプルスでは城塞化された場所として説明され、デモステネスの法令からアッティカ地方の主要な城塞の一つと見なされていたらしいことがわかる。プリニュースの時代にはまだ存在していた。ラムノスは弁論家アンティボンの出身地である。ネメシス神殿は町から少し離れたところにあり、彫刻カペーディアスが制作したネメシスの女神像があった。パウサニアスによれば、 この像は、ペルシア戦争の折に、ペルシア人が、戦勝記念碑を建設するつもりで、マラトンに運び込んでいた、パロストー三大遺石で制作されたという。像は巨大で、高さは19ビットあり、加えて土台に数体の浮き彫りが彫刻されていた。他の長実家はこの像の制作者が、ペーディアスの弟子である、パロストー出身の彫刻家アゴラクリトスだと述べている。しかしペディアスは、 お気に入りの弟子のために、自らの作品が神殿を飾るという名誉を、諦めたが、彼こそがこの彫像の真の作者であるというのが、一般的な意見であった。ラムヌスは、長さ5キロの小さな平野にあり、マラトンのように周囲の山々によって、アッティカ地方の他の地域から遮断されていた。都市自体は、周囲の三分の二が海に囲まれた岩だらけの半島に、あり、陸側に、 ぴったり接近した山と狭い尾根で繋がっていた。周囲は約0.5マイルあり、その遺跡はかなりの規模である。正門は狭い尾根の上に位置し、そしてそれに高さ約6.1メートルの南壁が隣接する。正門に通じる細い谷間の上端には、純粋な白亜の大遺跡の壁で支えられた大きな人工の木段の上に、ネメシス神殿の遺跡がある。しかし、 テメノス、または神聖な過去位置を形成した、この基段には連続し失いに完全には平行ではない二つの神殿があった。より大きな神殿は長さ22メートル、幅10メートルの横長の六角形で、側面22本の柱があり、通常の様式でプロナオス、ケラ、およびポスティクムがあった。小さい神殿は長さ9.4メートル、 幅6 4メートルあり、ケラのみで構成されていた。大きな神殿の遺跡の中では、ラムヌスのネメシス像のサイズと一致する巨大な彫像の断片がいくつか発見された。しかしこれらの断片はパウサニアスが述べているように、パロストさんではなく、アッティカさんの大遺跡で作られていた。とはいえ、19世紀初頭にこの遺跡を訪れた、ウィリアム・マーティン・リークが、 ペルシア人によってもたらされた大理石の眼界の物語は作り話か、あるいはパウサニアスに神域について語った神官の思いつきであったと述べたのはありえないことではない。小さな神殿の遺跡の中からはアイギネタン派の古風な様式の頭と肩を描いた等身大の彫像の断片が発見された。この像や小さな神殿の小型で粗雑な建築から判断すると、 後者はより古い神殿と思われる。このような理由から小さな神殿はペルシア戦争以前のものであり、マラトンの戦いの直前にペルシア人によって破壊された。そしてより大きな神殿はネメシス崇拝を侮辱したペルシア人に復讐した女神に敬意を表して新たに造営されたと推測されている。小さな神殿の前には 白い大理石の椅子が二つあり、それぞれ、イプシロンミューシグマイプシロンイオタシグマ、シグマタウロアルファータウニュー、シータイータカッパイプシロニュー及び、シータミューイオタデルタイオタシグマ、シグマタウロアルファータウニュー、シータイータカッパイプシロンニューという碑文が刻まれており、そのうち校舎に刻まれた碑文は、小さな神殿が、目が見てミスに捧げられていたことを推測させる。 しかしどちらの神殿もネメシスに捧げられ、小さな神殿は大きな神殿が建てられる以前に廃墟となっていた可能性が高い。ただし、椅子の碑文の文字と長母員の形式がマラトンの戦いよりもずっと後の時代に属していることを明確に示しているという事実から小さな神殿の破壊の時期について困難が生じる。クリストファー・ワーズワースは神殿が破壊された後に これらの椅子が捧げられたと推測するのは馬鹿げていると考え、ペロポネソス戦争の終わり頃にスパルタのペルシア同盟国によって神殿が破壊されたと推測している。紀元前5世紀とアルカイック期の東の神殿の眺め。ラムヌスでの最初の発掘調査は1813年にイギリスのディレッタンティ教会によって行われ、1880年にはディミトリオス・フィリオスによって アクロポリスの小規模な発掘が行われた。1890年から1893年にかけてバレリオス・スタイスは継続的にアクロポリスと聖域の発掘調査を行った。1922年から1923年及び1947年にはアナスタシオス・オルランドス、ウィリーズ・シェッツ・シュマン、ウィリアム・ヒュー・プロマー、ウィリアム・ベルディンズムは、ジャンプ・イオー、 J. マルカデによって研究と調査が実施された。1958年にアッティカ監督官のエフティミオス・マストロコスタスおよび1960年にアイディエコンリズよびバシリオス・ペトラコスによって発掘が行われた。ラムノスの歴史の理解は上塞と遺跡の碑文を研究したジャンプイオ o の仕事によって大いに改善された。ネメシスの聖域は 後の都市の南約630メートルの位置にある。ネメシスとテミスの二つの神殿は、非常に近くに位置する遺跡で見ることができる。近代において、遺跡を文書化した称賛すべき仕事を最初に行ったのは1813年の、ジョン・ピーター・ガンディである。当時、学問分野の先駆者であった、ガンディは、聖域の神殿が今より、ずっとよく保存されていたために、 そうしなければ失われるはずだった多くの情報をメモと図面で記録した。ラムヌスのテミス像。ラムヌス出身の彫刻家カイレストラトスの作品。アテネ国立考古学博物館所蔵。小神殿最古の神殿は、紀元前6世紀後半に始まり、多孔室の石材で建てられたこと、少数のラコニアの屋根瓦が用いられたことから知られており、 おそらく紀元前480年から479年にペルシア人によって破壊されたと考えられている。紀元前5世紀初頭に62の道理椅子式の小さな神殿が女神テミスとネメシスの両方の初期の遺跡の上に建てられた。そのことはポーチに設置された紀元前4世紀頃の2つの大理石の椅子に捧げられた碑文で示されている。前者は 正しい秩序の擬人化であり、後者は秩序に違反した者のへの復讐者である。神殿の階段には石碑を建てるためのいくつかの切り抜きがあり、神殿は地元産の暗い大理石で建てられ、テラコッタの瓦で屋根が吹かれていた。寺の壁と聖域の祈願のテラスは、レスボス島の多角形の石積みで築かれている。この神殿は後に、 崇拝の対象となった心臓を保管するための大神殿の宝物庫として役立ったのだろう。ケラから発掘されたテミス像と他のいくつかの宝の品は現在アテネ国立考古学博物館に所蔵されている。この建物は4世紀まで存続したネメシス神殿ラムヌスから出土した女神館アリストノエの像アテネ国立考古学博物館所蔵 ラムヌスのネメシス神像のより小型のローマンコピー。プラハ、キンスキー宮殿所像。ネメシスの大きな神殿の建設は、1460年から1450年頃に始まり、1430年から1420年頃まで続いた。アテナイのヘパイストス神殿、スニオン岬のポーセイドン神殿、アカルネスのアレス神殿を設計した。 建築家カリクラティスが設計したと考えられている。パルテノン神殿がアテナイに建設された、ペリクレスの地勢中に巨大な多角形のテラス壁のある木壇の上に、ドーリス式ペリペテロスの神殿として建設された。エウティウンテリアと再下段のクレピドーマは地元産の暗い大理石で作られ、残りは白い大理石で作られた。 紀元前431年に始まったペロポネソス戦争は、神殿の完成を中断させたに違いなく、円柱の縦溝の彫刻は行われず、スティロバテスの石材は未完成のままであり、損傷しやすい角や上面らに保護用の余分な大遺跡を保持していた。ペディメントに彫刻はなく、彫刻で装飾されたメトープもなかったが、屋根は彫刻のアクロテリアで装飾されていた。 オリジナルである神殿の建設後のある時点で神殿の東端がひどく損傷し、その後、上部の層が新しい石材で修復された。この地域や他の神殿の損傷、アテナイの記念碑の破壊は、マケドニア王フィリッポス5世の軍隊が全200年の襲撃の最中に引き起こしたものと考えられている。ネメシス神殿の修復に使用された石材は、元の石材とは異なり、 加えて細工が全く異なっていることは、古い古典神殿への関心が再興したローマ時代に修復が行われたことを示唆している。神殿東端にあるアーキトレーブ中央の石材には、デモスによる女神リビアドルシルッターの再方圏の碑文が刻まれており、修復に関連している可能性がある。この再圏には、フリーズ、ゲソン、おそらくティンパノン、レイキングゲソン、 アクロテリア、およびおそらく島と屋根瓦、天井の各館の一部の複製を作成することが必須であった、神殿登壇の交換を伴っていたため、費用がかかったことは想像に難くない。荒廃していたアティカ地方の他の神殿とは異なり、ネメシス神殿は有用な部分が剥ぎ取られたり、アテネにすべて移されたりすることはなかった。代わりに、 地元の重要な記念碑として誇りを持って修復された。ネメシス女神像大神殿の寺には、ペーディアスの弟子であるアゴラクリトスが彫刻したネメシス像が収められていた。この有名な女神像は神殿の地下室に立ち、高さは約4メートルあった。古代ローマの歴史家であり、美術通であったワードはこの像をギリシア彫刻の白尾と見ました。 金の王冠を取り付けるための先行がついたネメシス神像に由来する等身大の大理石の頭部のひどく損傷した遺物は19世紀初頭にイギリスの建築家ジョン・ガンディによって発見され、現在は大英博物館のコレクションの一部となっている。これは全440年から全432年に制作されたパルテノン神殿のペディメント彫刻と様式的に類似している。 オリジナルの彫像の多くの部分は、初期のキリスト教徒による破壊で散らばった数百の破片から回収と再建が行われ、これにより、小規模な合計11個のローマンコピーの童貞を可能にした。高さ約90センチ、幅240センチの彫像の土台部分も再建された。土台の3面にほぼ一周して彫刻された場面は、 ギリシア神話のスパルタオーヒレだが、娘のヘレネを、実の母、ネメシスのもとに連れて行く様子を示している。ローマ時代ローマ時代の起源後46年頃、アウグストゥスの妻である神格化されたリュウヤドルシルッダと、皇帝クラウディウスへの封建が聖域で行われた。2世紀には、ヘロデス・アティクスは、皇帝マルクス・アウレリウス・アントニヌストル・キウス・ウェルスの、共存と、 彼の生徒ポルデウキオンの像を捧げた。ラムヌスのネメシス崇拝は、西暦382年の東ローマ皇帝、アルカディウスの命令で正式に終了し、土地に残っている多神教神殿の破壊を命じた。ありがとうございます。